テイラー・デイビス・モッターは、アメリカ合衆国フロリダ州、パームビーチ軍、ウェストパームビーチ出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のボストン・レトソックス参加所属。愛称は悪夢を意味する、ナイトメア。これをスペイン語にしたらパサディージャ。2011年の MLB ドラフト17巡目で、タンパベイレーズから指名され、6月17日に契約。契約後は、 参加のアパラチアンリーグのルーキー級プリンストンレイズでプロデビュー。46試合に出場して打率。323、4本塁打、23打点、22盗塁と活躍した。8月31日に A 級ボーリンググリーンホットロッツへ昇格し、3試合に出場した。2012年は A 級ボーリンググリーンでプレーし、99試合に出場して打率。 244、5本打三37打点、24盗塁を記録した。2013年は A 級、シャーロット・ストーン・クラブズでプレーし、67試合に出場して打率。293本打二21打点、20盗塁を記録した。2014年は A 級、モンゴメリー・ビスケッツでプレーし、119試合に出場して打率。 274、16本塁打、61打点、15、盗塁を記録した。オフには、ベネズエラのウィンターリーグであるリーガベネソラーナで、ベースボールプロフェッショナルに参加し、ブラボスでマルガリータに所属した。43試合に出場して打率、243、6本塁打、13打点、7盗塁を記録した。2015年は、 トリプル A 級ダーラムブルズでプレーし、127試合に出場して打率。292、14本塁打、72打点、26、盗塁を記録した。オフには、ドミニカ共和国のウィンターリーグである、リーガでベースボールプロフェッショナルデラレプブリカドミニカーナに参加し、レオネスデルエスコヒードに所属した。33試合に出場して打率。 245.3本類が15打点1盗塁の成績を残した。11月20日にレーズとメジャー契約を結び40人枠入りした。2016年3月27日にトリプル A 級ダーラムへ移動しそのまま開幕を迎えた。トリプル A 級ダーラムでは34試合で打率。190という成績だったが5月14日にローガンフォーサイスが 故障者リスト入りしたため代役が必要となり、翌15日にメジャーへ昇格した。5月16日のトロントブルージェイズ戦で、2番、遊撃手として、先発起用され、メジャーデビュー。1回表のメジャー初打席で、初安打となる遊撃への内野安打を、j a ハップから記録した。この日は4打数1安打1死球だった。5月17日の同カードでは9回裏に、 代打として出場し、ドリュース・トーレンから、メジャー初本塁打となる2点本塁打を放った。その後は、ユーティリティプレイヤーとして、中堅以外の内野、外野を守り、7月1日のデトロイト・タイガース戦では10点ビハインドの9回、表西から投手として登板。打者2人に対し、1安打無失点に抑えた。しかし、打撃面では34試合で打率。 188と結果を残せず、7月2日に、スティーブン・スーザジュニアが、故障者リストから復帰したため、トリプル A 級ダーラムへ降格した。2016年11月18日に、アンドリュー・キットレッジ、ドルトン・ケリー、ディラン・トンプソンとのトレードで、リッチー・シェファーと共にシアトル・マリナーズへ移籍した。2017年は92試合に出場して打率。198、 7本類だ、26打点、12盗塁を記録した。2018年5月27日にディフェとなった。2018年5月28日にウェーバー工事を経てミネソタツインズへ移籍した。7月25日にディフェとなり、27日にマイナー契約で参加のトリプル A 級ロチェスターレッドウィングスへ配属されたが、8月22日に 自由契約となり FA となった。2019年3月6日にデトロイトタイガースとマイナー契約を結ぶが5月14日に自由契約となった。5月21日に独立リーグであるアトランティックリーグのニューブリテンビーズと契約した。6月25日にマイナー契約でオークランドアスレチックスへ移籍した。二千十九年十二月十二日。 韓国の久保リーグのキウムヒーローズと契約。開幕から10試合に出場して打率。114の成績だったため、2020年5月30日に、キウムよりウェーバー工事された。2021年3月3日に、コロラドロッキーズとマイナー契約を結んだ。シーズンでは5月のマイナーリーグ開幕から、参加のトリプル A 級アルバカーキアイソトープスでプレーし、8月10日に、 メジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。だが13試合に出場して打率。150本塁打は愚か打点もなしと結果を残せず8月30日にディエフェとなった。2021年9月2日にウェーバー工事を経てボストンレッドソックスへ移籍した。9月7日にディエフェとなり10日にマイナー契約で参加のトリプル A 級。 ウースター・レッドソックスへ配属された。ありがとうございます。